あぶねえ、よかった解説にいなかった方が逆に、ね、あの解説席いなくてよかったと思った。恥さらすことになるもん。Boys come running, gas ain't gunning, four speed bussin' like a NASCAR race car. Like my dog, grab my burner, about to take him out, keep up, pick the pace up. Too much heat, heat, build that pressure, about to go down, go hard, don't give up. Work them feet, feet stiff, don't let up, run, 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 till the money stack to the boy. Boy. Run, 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 till the money.はい、それではですね、今回あの5月31日に行われたシュートのグラップリングマッチ、青木プロジェクトのグラップリングマッチをなんとですね、この僕がセコンドのコーナーで悠々と見ていたため解説ができなかったと。で、あの僕的にはですね、すごくいい試合を山本さんと世良さんがやっていただいて、あのすっきりしたというか、いい試合だったなと思ってはいたんですが、なんと試合終わった後にあの関係各所から、いやいや、お前が解説せな、お前どうにも伝わらへんやろみたいな話をいただきまして、割とそれで落ち込んでしまいまして、柄にもなく。で、あの今回僕だけで解説をするのも、あのグラップリングっていうジャンルで僕の技量不足だなってこともあって、山本さんにお願いしました。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうですか、自分の試合を自分で語るって。いや、もうこういうセッティングの中で語るっていうのは初めてなんで、はい、あのただ本当にあのグラップリングっていう特殊なジャンルというか、 MMA とグラップリングと、まあ、柔術と、まあ、皆さん一緒だと思われちゃうと思うんですけど、全く別のジャンルじゃないですか、はい、それをなんかこうやっぱり僕だけでは解説しきれないし、今のグラップリングシーンにある技術を山本さんの口から解説していただけたらなと思ってます。はい、グラップリングルール、セラトモシゲ VS 岩本健太。第6試合、青コーナーより岩本健太選手の入場です。はい、というわけでこれ試合解説していきますけれども、入場曲のある試合ってなかなか初めてですか？初めてです。入場曲、まあ実際僕はこの曲あんま聴かないんですけど。そうでしょ。なんかちょっと差し障りのないものをと思ってですね。あ、差し障りのないチョイスでこういうやつだったんですね。そうです、そうです。僕なんかあの岩本さんが入場曲これ出された時に、あのなんか思想があるのかと思ってこういう感じの。いや、まあ、なんか僕が聴くのが結構なんか。あんま人が聞かないようなものです。あのなんかクラシック音楽とデスメタルとかそういう組み合わせになる。すごい組み幅だな。あの英語が堪能というか英語が普通に喋れるわけじゃないですか。はい。だからこその洋楽チョイスみたいなもんではないですか。ああ、そうですね。聞くのはもうほとんど洋楽が一番馴染みあるから、まあ、これが自然な感じかな。ですよね。一応アイスキューブっていうアーティストなんですけど。全く僕、ま、存じ上げなかった。でこれなんですよ、問題はあのここで瀬名さんどういうチョイスかなと思ったら、瀬名智選手の入場です。で、あのこれザードのマイフレンドっていう曲でですね、僕割とこのザードというか世代直撃で、であのこれちょっと思い込んじゃって僕結構歌ってたんですよね、これ後ろで。実はすごいなと思って、やっぱりこのケージっていうのは普通のグラップリングではなかなかないので、その圧迫感みたいなのってどうでした？ケージ、あ、でも無観客なんでそこはあんまり感じなかった。ケージね、でもなんかやっぱ試合にこの壁に押し付けられたりだとか大きく左右する要素があるじゃないですか、はいはい、それがどうなのかなと思っていて、あ、まあ練習でもうほとんどの練習で壁を使うようになってから、これが壁を使うのが普通になってきたん で、あの練習の環境でいうと MMA のファイターと練習されることが多いと思うんですけど、はい、あの普段って、はい、で
今までは柔術グラップリングの選手と練習していて、それがこの MMA の選手とやることによってちょっと技術体系が変わってきたりしました。ちょっとそうですね、技術体系かなり変わりましたね。まずあんまり引き込まないから MMA グラップリングでは。そうです、ね、まずテイクダウンして、できたらいいポジション取った状態でテイクダウンしてみたいな。でまずトップキープ意識するようになりましたね、はい、なんかそれもあってね、岩本さんの体がここ半年ぐらいで強くなった印象ありますよね。そうですね、1年前と比べてもう全然違う。違いますよね。で、あの岩本さんの腕が太いっていろんなところで関係各所で言われてるじゃないですか、はい、これってなんか秘訣はあるんですか。秘訣はなんかやってるとか。何もやってないですけど。何もやってないですか。噂ではやってるって言われますけど、やってないです。そこはお願いします。最初ってこの世良さんが引き込んでくるって僕は思ってたんですけど、はい、僕もそう思ってました。ですよね。付き合ってくれるんだみたいな感じで、ちょっとなんかレスリングやるんだっていう展開ではありましたよね。この10分の試合の時の最初のこの世界的なグラップリングを見ていても、なかなかレスリングでいかない攻防があるじゃないですか。はい。でもお互いケージがあるんで、ちょっとテイクダウンを試みる展開があったと思うんですけど、やっぱケージがあると上の方がちょっと有利になると思うんで、はいはいはい、やっぱ押し込まれる可能性もあるし。そうですね。なんでそこはちょっと、はい、上をやっぱ2人とも狙いにケージを押し込む、うん、この僕思うんですけど、世良さんのこのギロチンとかも思いっきり取りに来ないじゃないですか。あ、はいはい、完全に深追いせず、はいはい、でなおかつすぐ話印象を作るのがすごい上手だなっていう印象だったんですよね。これ僕山本さんのコーナーついてる時いつも言うと思うんですけど、このかけさせちゃっていいじゃんっていうのあるんですよね。 はい、はい、ある程度そんなにこの技量に自信があるんだったらっていうのはあって、でもそのかけさせちゃっていいんだけど、なかなかかけてくれないというか、はい、そんな展開でしたよね。そうですね、あんま深追いはしてこなかった。僕もでもちょっと切りすぎたかなっていうのはあるかもしれないです。結構もう警戒しすぎて、もうちょっと勝負してよかったってことですか。もうちょっと突っ込んでよかった。例えば最初のテイクダウンの方もギロチンかけられて、そのままで、そのまま左のならずに押し込んだまま上取ってもよかったかなと思って、はい、やっぱ保険をかけちゃったわけですよ、はい、それが試合ですもんね、はい、もうリスク負わないっていうことを考えてしまって、こっからでもこのテイクダウンするかしないかで試合が動いてきますよね、はい、僕はだからここで言うと、世良さんの右足が入ってうまくこうディフェンスしてるなって僕は印象でしたけどね、はい、この逆に言うとこの、これって半分アームドラッグみたいな感じですよね。そうですね、頭抜くと同時にそうですよね、エルボードラッグみたいな、よく僕と山本さんの攻防であるやつですよね、はい、そうですね、僕がアンダーフック取って、まあ、ボディロック狙いに行くっていう展開は結構練習で多いです。多いですよね、はい、僕も山本さんとやったあの攻防あるし、時間を止めております。はい、この攻防はずっと山本さん、ね、逆に練習してましたよね試合前。これはそうです、世良さんのこのやっぱ僕は上半身を固めてパスしてることが多いと思うんですけど、はい、そうですね、世良さんの頭が結構僕に近い位置にあったんです。結構すぐ上半身固められたんですよ。はいはいはい、はい、これはじゃあ近くない方がいいってことですか。結構ディフェンスにディフェンスするとしたら頭遠ざけて、遠ざけた方がいいってことですね、はい、頭取らせてくれない方が僕は やりづらかったんですけど、今みたいにこの攻防ですよね、はい、結構頭と頭近いじゃないですか。そうすると脇と頭取れちゃうんですよね。要はこの時に頭が
近いからパスしやすかったってこと、はい、そうです。これはボディロック、ボディロックこれ得意なやつですよね。溝落ちの下でちょうど組んでるところですね、はい、ここまでいったらもう大体パスできるかなって感じです。え、これ山本さんでも半年ぐらい前になかった攻防ですよね。ああ、僕もそうですね、半年前ぐらいからあんまなかった攻防ですよね。なかったですね。そうですね、ボディロック、そうですね、これがボディロックっていう、ボディロックでパスがあるし、なんかこれ僕見立てだとここで5分を前にしてイージーにパスガードできちゃったから逆にちょっと警戒されましたよね、はい、ああそうですね。こっからそうですね、僕世良さんの右手を引き上がし、その引き上がしたいんですけど、腰ですよね、腰の手を、はい、はい、この右手を入れて相手の膝を遠く向かせて、はい、マウント狙ってたんですよ。マウント、はい、やっぱり MMA だとここでアンダーフックして上半身固めたらマウントは結構イージーなんですよ、はいはいはい、行くのは。ただグラップルだとマウント取らせない攻防になりますもんね、はい、そっか、今の左手があるから相手がこっちに来れないですね、はい、山本さん側に。青木さんもよくやる、なんか腹、あの腹包みですね、腹包みです、腹抱くやつですよね。そうです、そうです。僕は疲れさせるためだけにやってますけど、ちょっと焦った感じですか、はい、ちょっと焦った感じですね。三角、あ、まあ、バランスかけて取り崩れかけてついでに三角みたいな、三角だったんですね。この時もそうですね、相手の頭が近い、頭が近い、で僕もちょっと右足で前に重心をどんどん移していってるんですよ、はい、右足をどん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 前に持ってきて、はい、そうすると手が届きやすいんで、はい、上半身、あ、これで右足を前に持ってくることによって相手との距離が近くなる。そうですね、これやっぱあれね、この MMA の選手、 MMA だけだの感じだと解説しきれんね。ここベリンボラちょっと狙っ、バックテイク狙ったとこかな。山本さんが逆にバックを狙ったってことですね、はい、今そうですね、それは分かりました。なんとか、もうこれ潰れてますよね。そうですね、ここも同じ、さっきと同じ攻防ですね。そうです、顔が近いから、はい、頭近くで、はい、ニーシールドを上からお腹で潰して、まあ、距離詰めるっていう感じです、はい、あのニーシールドって世良さんの右足が素手でが素手でディフェンスするようなのがニーシールドって言うんですけど、ね、もうニーシールドが効かなくなってますよね。そうですね、ナイスニーシールド、ここでサイドですよね。ここで腕十字かマウント迷ったっすね。ここで迷ったんだ。僕はもうマウントでいいと思ってました、はい、僕も腕十字にチャンスもあるかなと思ってマウント、結構練習ではこっからバック取ってチョークっていう流れが一番得意なパターンなんですけど、はいはい、ここ僕はあのもう世良さんがあの取らせない意地を見せてくれたと思っていて、もう絶対取らせないってターンに入りましたよね。そうですね、もうここは、うん、ちょっと僕も焦り始めてたかな。要は取らなきゃいけないっていうのがあったわけですよね。でここでもうあの、まあ、手剥がすのを諦めて脇すくいに行ったんですけど、はい、これ肩固めってことですね、はい、この時に、はい、スイあのバランス崩れちゃって、あ、逆に十字がこれ頭側から入ってたら取れたんだけど、あ、うん、これ僕あの山本さんにかけさせていいと思ってたんですよ。世良さんに足関節かけさせてこれで作らしちゃったら逆に山本さん得意なターンじゃないですか、はい、
それやっぱ世良さんもよく分かってらして、あの、うん、ここであの追ってこないですよね、はい、追ってこないですね。ここでもう世良さんは右足で僕の足蹴ってるんで、はい、もう、まあ言い方は悪いが、こうエスケープに入りましたよね。そうそう、お互い取り合いはしないよって。いざでももうそっか、パスガードがあれか、この一つこのパス何回もできたっていうのは、あの頭の距離っていう話ですよね。頭の距離ですね。あと2シールドであんまり距離をやっぱ僕の上半身を押して、はい、頭遠ざけて来るようなことをしてこなかったんで、案外いけたんです。そうです、ね、何でもいいからってなって僕はもう足関節、僕もこれでいいと思ってました。何でもいいからこれ、うん、膝の向きがちょっと相手の方が回転してたんで、先に回転してたんで、やっぱ最後このグラップリングの妙で取れない、取らせないよってなっちゃうと難しいですよね、はい。計3回パスガードしてるか。試合終了です。この試合時間切れ引き分けとなります。でこれどうでした、やってみて。やっぱりあの、まあ、マウント取ったりして、はい、相手が防いでるところから、まあ、MMA グラップリングが僕結構一番練習で多いと思うんですけど、MMA の選手だと背中向けて逃げたりっていうのが、ぶん殴られちゃうから、はい、に背中向けても逃げるっていうのがあるんですけど、あのグラップリングだとこのマウントバックになるともうそれ以上の加点がないから頑張っちゃいますよね、そこで。そうですね、そこの練習をやんなきゃいけないですね。まあ、次のテーマとしては、はい、あのマウント取ってからその後にこのバックを取るなり、このそっからのサブミッションって話ですよね。そうですね。あの僕は案外満足度高くて、であのそもそもこの僕が一番嫌だなっていうのが、このグラップルっていうものがこの大衆にこびるものになってほしくなかったんですよね。あのこんなチャラいっていうとあれだけど、人に分かってもらうためにこうサブミッションをあえて取り合う、あえて、まあ、ボクシングとかキックボクシングに例えるとあえて打ち合わせるみたいなことはやっぱり僕はあんまりしてほしくなくて、大衆に寄ってくんじゃなくて、あのしっかりとこの自分たちがやってることを見せてくれたらいいなと僕は思っていたので、案外満足度高いわけですよ。であのそんなにグラップリングだから見ないみたいなとこに落ち着かなかったし、グラップリングでも良かったって一応というか話題にはなってくれたので、その部分では良かったんじゃないかなと思ってる、はい。山本さん的にどうでした？まあそうですね、僕も、まあ、Twitter とか見てても、まあ、反応は良かったんじゃないかと後から。そうですね、まあ、反響そうですね、あの、うん、なんていうのかな、こうやっぱりある程度この人の目に触れる舞台でやってもらうことで、この今までというか今年でいうと一番反響あったんじゃないですか、うん、岩本さん的には。そうですね、なんかでも近い将来どっかでね、あのあるんじゃないかなっていうのは僕は思いますよ。全然一番やっぱやった中で強いのが青木さんなんでそこを目指して名前挙げられたのって本当に5、6年ぐらい記憶ないよ。まあ何か体がもう僕37になって体が動くのあとも1年2年っていうところで何かね、最後にとは言わないけど元気なうちにやりたいというかやって受けて差し上げたいなって気持ちはあるけれども、20分とかでやった方がいいんじゃないの？
10分だとこれまた面白いのはお茶濁せちゃうんすよ。20分やるってなったらちょっと本気度違うでしょ。20分だと練習で20分でやることなんかないないじゃないですか。で、あの20分とかやるとやっぱりそのこう残り5分ぐらいで人となりが出てくるんですよね。今回もうなんだろう、僕からはもう山本さんにありがとう、山本さん、世良さんにありがとうございましたっていうことでしかなくて、で、あのあれだな、やっぱこの最後僕が解説できなかったのが本当申し訳なかったなと思います。でも仕方ないよねっていう、はい、ところで、はい、こんな感じで皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。